待ってました。チョコドアじゃないですか。メロンパンじゃない、メロンパン。Spend my days scrolling down my feed online, and all I find is all my friends are doing well. Once playing shows. 8時半餃子屋さんに間に合う予定が一応間違えてつかなそうです。ちょっとしたハプニング起きました。予定通り来てたけど、最後の最後で1個通り越してしまいました、インターを。残念ながら今回の旅では浜松餃子がちょっと食べれないかもしれません。閉まってました。Myself can get so out of hand, but I think I'm getting closer to the truth. 皆さんこんばんは。カラスの巣でございます。今回は29都道府県目、静岡にやってまいりました。かねてよりかなり静岡観光は楽しみにしておりまして、今回ようやく来ることができました。もともと今日は2人とも仕事終わりで、仕事終わりすぐ静岡の方に移動して、到着時間がね、浜松餃子のお店がこう温泉との兼ね合いとかを考えるとギリギリになるというのはもうそもそも想定してたんですけど、早速ちょっとしたトラブルで浜松餃子が食べれないということになってしまいましたが、すいません、私の失態で。いえいえ、こればかりはね、車旅には付き物ですから。ただそのセカンドプランとして温泉と爽やかと浜松餃子近い位置を選んでいたので、今日は爽やかで夜ご飯を食べることにしたいと思います。爽やかはね、もうずっと行きたいと思っていたので、それはそれでとても楽しみにしております。ではご飯を食べてきます。わあ、見て、肉汁が。インサート風。うまっ。美味しかった。美味しかったね。想像以上に美味しい味で。外側のさ、こうちょっと弾力があるというか、うんうん、噛み応えある感じと中のふわふわ感がさ、うん、口に入るとこう肉汁がジュッて出てくる感じでさ、ね、美味しく食べることができました。この後は本当に近くに温泉かけ流しの入浴施設がありますので、うん、そちらの方に向かって入浴をしたいと思います。この満腹感で温泉入るってすごい幸せだね。幸せだね。もうさっきの悲壮感とか全部飛んでったもん。よかった。行きますよ、温泉。はい、行きましょう。おはようございます。今は朝7時。すごい凍っております。
屋内はとても冷えて、今マイナス2度ぐらいかな、なっております。これが有名なんだって、掛川市名物。メロンパンじゃないメロンパン。これ買おうか。ね。これとコーヒー、セブン。最高。このセブンすごいお土産もたくさん売ってた。ね。さて、朝ごはんを買い終わりましたので、車に戻ります。ね、そこドアじゃないですよ。改めましておはようございます。おはようございます。現在静岡旅2日目の朝を迎えております、うん、今道の駅掛川ということで掛川市におります。ここは大型車とね、通車と駐車スペースが分かれてるから快適に寝させていただきました。はい、しかもね、道の駅自体も朝早くから空いていて、うん、でコンビニもあるので、うん、朝ごはんの調達とかも非常にね、うん、しやすくって、うん、現地のパンを無事調達することができました。じゃーん、メロンパンじゃないメロンパンらしい。地元の給食とかで出てくるらしい。そうなんだ、うん、アルミホイルでみんな、このもう何でもそうだけどさ、この端っこがこれがいいんだよね。なんか中にチーズクリームが入ってみたり、クリームパンって感じだね。いい、行きましょうか。思わぬ形で初富士来た。すごい、めっちゃ綺麗だね。やっぱこれが富士山か。これが富士山か。やっぱ富士山でかいな。うわー、テンション上がるこれをずっと毎日普通に見られてる静岡県民、ちょっと羨ましいな。最高のドライブコースですね。無料駐車場に到着いたしました。ここからちょっと歩くみたいな。ね、なんか富士山眺望地っていう看板出てたから、そっちに向かって歩きましょう。めちゃくちゃ空気良くない？ね、空気澄んでるね。あれかな、富士山。おお。樹齢300年。おお。大きい。お、見えてくるかな？もうこれ結構向こうまで行くんじゃない？上を通って向こうまで行った方がいいのかな？うん、そうかも。戻る？うん、戻るか。いや、でも綺麗。絶景地。この松の遊歩道を歩いて500メートル絶景地に着くみたいです。はいはい。お、10分前に来てこの行列か。入りそう、入りそう。19番の方から早朝です。ありがとうございます。わー、静岡着。なんかすごいさ、お部屋の雰囲気も良くてさ、うん、いい感じだね。いい感じだね。
このマリコっていう場所が宿場町になってるんだよね。そこで昔からあったトロロ汁のお店、400年の歴史があるって書いてあった。江戸に向かう途中の足休めと腹ごしらえの場だったわけ。トロロの美味しい食べ方がない。卵ご飯の時に卵を溶く要領で空気をよく混ぜ込むように泡立てちゃってくださいだって。トロロ汁のお店さんが予約されてますもんね。参考にしてください。ありがとうございます。食べるのとに比べて驚くほど優しい仕上がりになりますって書いてあった。トロロの歌もあるやん。その歌を歌いながら混ぜるんかな。そうね、麦飯を茶碗に半分持ったらば飯粒泳ぐようトロロかけ、お薬味上から振りかけてザーザー音立て流し込みゃいいじゃんいいじゃんうまいじゃん。面白い。僕も社員さんが作詞したので。へえー、そうなんだ。面白いね。面白い。ご飯お代わりできますのでお買いかけください。さてさて食べましょうか。もう飲みます。切れ間を狙って上手。薬味はどれをいきますか。やっぱまず王道ネギなんでしょうね。ネギを入れて混ぜる。なんか非常に優しい。優しいよね、うん、健康になりそう、ね、こんなに米を食ったのは多分久しぶり。おかわりしてしまいました。美味しいの。美味しいからね、スルスル食べちゃうよね。私もお腹減ってなかったの。気づけば3倍ご飯平らげてたもん。見て、自然薯販売中だった。わぁ。やっぱ高級品なんだね。ね、久しぶりにお米をいっぱい食べました。ね、お米いっぱい食べたね。ただ、すごい満腹に食べたのに、軽いっていうか、いや、本当に昔の人たちの栄養補給に、ちょうどいい料理だったんだろうなっていう感じでした。混み状況としては席数が多いので土日でもそんなに待たずに済むんじゃないかなっていう感じだったね。そうだね、回転はだいぶいいよね。うん、お店の雰囲気も良くて心地のいい場所でした、うん、はい、ここね、いいよって教えてくださった方がいたので、うん、来ることができました。情報くださってありがとうございました。いや、本当にありがとうございます、うん。Fit me like a glove the day I fell in love with the way you said my name. I know it sounds crazy, baby. Try to walk. 1時間半ほど車を運転して道の駅朝霧高原に到着いたしました。徐々に富士山に近づいてきて絶景を堪能しながら来たんですけれども、うん、非常に良かったね、うん、ということで道の駅の駐車場に到着しましたが、もう満足したのでこのまま出発します。やだ、何のために来たの。ちょっと上の方にね、丘展望台みたいなね、うん、ありそうだったんで、うん、行ってみます。はい、ぜひ。おお、ここが展望台。まあ、正面、本当は正面だ。あ、なんかパワーもらってる。何してる。富士山パワーを注入してもろうたんや。でも受け止めきれんかった。受け止めきれるかな。気をつけてよ。おお、ちょっと今溢れてなかった。大丈夫。ちょっとこぼれた気するよ。もう一回、ちょっともう一回やっといて、ちゃんと。おお、いった、成功した。全部集めた。ちょっと待って、ちょっと待って。朝霧高原ソフトを買おうと思います。購入。イエーイ。
富士宮焼きそばを横目に。美味しそう。そう。たまらん。この匂いたまらん。うん。美味しい。牛乳感強いね。程よい甘さ。程よい甘さだよね。うん、ちょうど。It seems as if my mind stopped wandering round and round. Oh, since I found you.あ、こぼれ甘エビとかもあるんだ。美味しそう。ね。こぼれ甘エビが来ました。甘い。カンパンのお醤油だね。辛めの。うん。こぼれ生しらす。回転寿司を食べ終わりまして、約小1時間ほど移動してまいりました。やってきた先は伊豆温泉村になります。本来は伊東温泉とか修善寺温泉、熱海温泉あたりで検索をしたんですけども、手軽でこう入れる温泉というのがなかなかヒットせず、途中でこの伊豆温泉村のどでかい看板を目にして検索してみると、源泉かけ流しでしかもかなり充実した入浴施設だということが分かりまして、こちらで今から入浴をしたいと思います。いや、気持ちよかった。2時間ほど入って、その後30分ぐらいか、なんか休憩スペースみたいなとこでリラックスして戻ってきました。なんか女性はめっちゃ良かったみたい。うん、韓国式サウナっていうのがあって、私初めて入ったんだけど、もうすごかった。嘘。95度ぐらいだったのかな。結構高温で、ね、麻布とかを体中に覆って入るんだけど、もう今まででこんな汗出たことないってぐらい全身から汗って、気持ちよかった。すごい。普通のサウナはただ発汗作用があるだけなんだけど、韓国式サウナは毒素まで出る作用があるみたいな感じで書いてた。そうなんだ。うんうん。じゃあぜひ地元でもね、探してちょっと行ってみたいなと思ったぐらい良かったです。男性サウナはちなみに80度ちょっとぐらいで、もう少し熱いのがいいかなっていう風には思ったんだけど、まあまあまあ広さは十分で、タオルと館内着もついてきて1500円。うん、ちょっと源泉が少ないよね。なんかこじんまりと完全源泉かけ流しみたいな浴槽があるぐらいで、それ以外は炭酸泉とか、なぜか分からんけど、あの草津温泉の入浴剤を入れたお風呂とかあってまあユニークさはあって非常にいいかなと思いました。うん、ということで、明日ね、だいぶ南の方からスタートしたいなと思っているので、ちょっと伊豆半島をやや下の方に移動して道の駅を目指したいと思います。